船引き駅、北口駅前整備前の様子船引き駅は、福島県田村市船引き町船引き屋座、上田中にある、東日本旅客鉄道万越東線の駅である。万越東線における水下利用区域の最東端であり、当駅より、小野新町、岩木方面への利用はできない。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。ホームと駅舎の間には、校内踏切があり、 駅舎寄りのホームに列車が発着する際は遮断される。郡山駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。緑の窓口8時20分17時20分、スイカ対応自動券売機1台、簡易スイカ改札機、キオスク設置。駅舎は2004年に建て替えられ、3階建ての近代的な駅舎となった。駅舎階には、があり、 南北に連絡している。自由通路であり、駅舎内からの利用も可能。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は652人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。船引き駅前整備前の船引き駅前駅前にある、船引き駅前が最寄り停留所となる。ありがとうございます。